バイカーマチャプラティクレイターアーグタシーブイズククは、アジサイに近縁な低木。装飾毛はあるが目立たず、むしろ通常の花が大きくて目立つ。落葉性の低木で、茎は下の型でよく分子する。若枝は断面が円形で表面に短い毛があるかも。前年の枝では樹皮が縦に裂けて剥がれる。糖は狂乱形で、先端は尖り。 林片は広皮新型で円に毛があり、それが2から3ついあって、銅がを包む。葉は耐性で、その年の枝に4から5体をつけるが、先端近くのものほど大きい。葉兵は長さ10から25ミリメートルで、基部には1ミリメートル程度の毛が、まばらにある。葉心は長大円形、または強長大円形で、先天はお上に尖っており、基部は次第に狭まる。大きいものでは、 長さ10から22センチメートル、幅3から6センチメートルで、円に虚子があり、両面に伏せた毛が一様に生えている。葉質は薄い。花器は7から8月。花形は今年の枝から出て、計5から10センチメートルの周産過剰をつける。ただし花数は数個で極まばら。ツトは非新型から船型で、長さ2.5から3ミリメートル、外面に毛が密生する。 過剰の外側には装飾毛がつく。装飾毛は長さ11から27ミリメートルの枝の先に生じ、額が3から4枚あって、それらが互いに融合して縦状となる。径は10から30ミリメートルで、円は3から4に浅く裂けるか、あるいは滑らかで、毛状脈がはっきり見える。色は白っぽいがあまりはっきりしない。装飾毛は両性花の結実まで残存する。 両生花は、計16から2 2トルで、長さ7から2 5ト、mm、ルの花柄、それに続いて3から5ト、mm、ルの長さの花筒があって、先端に向かって太くなり、花に続く。学列片は4個で、長さ1.5から9ト、mm、ル三角で先端が尖る。これは、開花時には広がり、果実になると反り返るものが多い。花弁も4個あり、卵形で、 長さ8から10ミリメートル、先端は尖る。大きく開くが、その円は内に曲がっている。これは、つぼみがほぼ休憩で、それが縦に十字に割れて広がった形である。花弁は、花後には落下する。お寿司部は100以上もある。花弁は真っ白で役は、黄色く、美しい。果ては、透円錐型で、これは、花から学片と花柱が残って、 お寿司ベと花びらがなくなった形である。長さは下中を除くと7から11ミリメートル。和名は、バイカアマチャの意味で、山サイハイドランジアセルロタの変種である、アマチャバリエーション、サンベエルギーに、木の姿が似ており、花が、梅の花を連想させることによる。全体の姿日本では、本州と四国、九州に分布する。国外では中国に隔離分布している。 山林内でやや湿った斜面などに生える。本族にはこの一種の実が含まれる。ただし、中国産物は変種バリエーション、シネンシスとしている。やや近縁の属であるキレンゲショウマや銀ンバイソウも本族と同様に一種、ないし二種の実からなり、日本と中国だけから知られる。これらはいずれも依存植物であろうと若林は述べている。以下、種として、 佐竹けほか、P164 巻きの、P239 若林、P303、ありがとうございます。